折りたたみ傘を手ぶらで刺すには、まずカラビナなどをこうリュックのこの紐のところとかに取り付けてもらえます。ここに引っ張るやつの縫い付けたこういうスペースとかにカラビナの方をこう取り付けてもらえます。ワイヤーバンドはゴムのリングに通してもらいます。で、輪っかに刺したらギュッと入れ込みます。その時にこちらが片方を引っ張って伸ばすので、片側はこういう状況でこちらで伸ばせるような位置で取り付けてもらいます。ではまずこのサイズから、このサイズの場合の持ち手の場合だとリングの浅い方に刺さるので、こちらに刺すようにするためにこの向きで取り付けてもらいます。フックをカラビナの中に通してバンドで留めてもらいます。で、傘を広げてここに引っ掛けてもらって、アタッチメントで留めます。で、折りたたみの場合は傘の頭が重いんでシーソーになります。最後はこのリュックのところを締めてもらって位置を調整してもらえば OK です。さらに安定させるためには、チェストバンドをつけることによって安定します。これはポーチですね。チェストバンドにもなるポーチです。で、お店入るときなど、ちょっとした移動でまたすぐ使いたい場合とか、傘を畳んでもらって、リュックを下ろすまでもない場合、ホルダーに柄の方からグッと押し込んでもらって、あとこのワイヤーのジャンクションで、よいしょ、下を引っ掛けてもらえば、これでちょっとした買い物ができるのでできます。今度はこのサイズ、これも結構ぴったりめなんですけど、ぴったりでもギリギリ入るならグッて入れてもらいます。で、アタッチメントに取り付けてもらいます。あとは同じようにシーソーになるので、リュックの方をギュッと引っ張ってもらって、安定させるためだったらチェストバンドがあるやつはチェストバンド、こういう感じです。で、傘を同じように使わないときはたたんでもらって、取っ手の方からグッと差し込んでもらったらワイヤーでつけてもらって、次はこのジャンプ傘を使ってみます。これもあのリングの小さい方に入るサイズなので、グッて入れてもらって、
アタッチメントで、ここの部分は太いんでジャンプ傘はつかないんですけど、その下のところだとこのアタッチメントがつくんで、つけてもらいます。はい、同じようにシーソーになるんだったら引っ張ってください。ですね、あとはチェストバンドがあるタイプ。同じようにしまうときは、よいしょ。締めてもらって、これも柄の方をグッて入れてもらって、はい、ワイヤーで傘のところを止めてもらって、これで OK です。本当はジャンプ傘の大きいタイプを使います。このタイプはこの下の方だと入らないで、上の方に乗せるような感じで入れます。差し込んで同じ上の方は太いので、その下の部分はめます。はい、同じようにシーソーになるので、パッて調整をしてもらいます。はい、ちょっとした買い物とかリュック下ろしたくない場合はもうこのまま刺してもらって、ワイヤーで取り付けてもらう。はい、次は小さいタイプの傘のやつですね。ホルダーにリングゴムバンドをもう一つつけるような形で使います。はい、でリングの小さい方が上に来るようにフックを、カラビナにフックを通します。で1個の方のベルトで留めます。で、小さい方が、小さいのあの方が外に向くような位置になります。開きます。リン、取っ手を内側のゴムに引っ掛け、外に持ってきます。で、もう一つのゴムに引っ掛けて、両方から挟むようにします。見えるかな？あとはアタッチメントに取り付けてもらって、まあこれ細いんで緩いですけど、ここは棒の位置を安定させるように止めてもらいます。あとは同じように、引っ張って調整してもらいます。こういう感じですね。はい、使わないときは外してもらって、畳んでもらいます。まあ、今くちゃくちゃって畳んじゃいますけど。で、この小さいタイプは先端から刺して入るんで、これでグイグイグイって、はい、押し込んでもらえば OK です。
な感じ。じゃこっちもちょっとやってみましょうか。こうまあサイズ似たような感じですけど、この白でやっていきます。はい、同じように刺してこっち側小さい穴の方が外に向くような位置にしてもらって、で片方のゴムはこのフックのもう逆側こっち側に来るようにします。はい、引っ掛けます。外を引っ掛けてもう一個のゴムの上を通って通します。そうするとこのゴムバンドが挟むような形になります。あ、見えやすいな、これ。こうですね。はい、あとはフックを柄の部分を止めてもらって、はい、調節ですね、調節ですね。はい、バックの方を調節してもらって完成です。まあ、あとは同じようにチェストバンドとかあるタイプだったらチェストバンドを止めてもらえば横に分散されるんで安定します。で同じようにたたんでもらって、これも小さいんでそのまま先端からこうグリッて入れてもらえば、はい、これで OK です。止まってるんで、こういう動きをすると激しくやるとバンドがピリピリって剥がれてきます。そういう時はバンド、なんていうんですか、これハサミ、これをバンドの根元のところにつけてもらいます。よいしょ、バチって折ってもらえば、はい、これで、はい、こういう動きをしても、はい、バンドが緩むことはないのでしっかり止まります。で外すときはもう本当ポッて外したのをワイヤージャクションのところに取り付けといてもらえれば、はい、これで OK です。